劉華生は中華人民共和国の軍人。中国人民解放軍海軍司令員、第14期中国共産党、中央政治局常務委員、党中央軍事委員会副主席、国家中央軍事委員会副主席などを務めた。最終階級は上昇。1929年10月、中国共産主義青年団に加入し、翌年12月、 中国高農工軍に入隊。1935年10月、中国共産党へ入党。国境内戦期では、第二野戦軍に所属。第二野戦軍の政治委員は、党昌平であり、劉火生は、第二野戦軍第三兵団第11軍、政治部主任として、党昌平の霊下にあった。中華人民共和国建国後は海軍に所属する。 1954年、ソ連レニングラードの、ボロシーロ・フメ小海軍アカデミーに留学し、海軍式を専攻。留学中の1955年、海軍少将の階級を授与される。1958年以降、海軍旅順基地第1副司令員兼参謀長、北海艦隊副司令員兼旅順基地司令員、国防部第7研究員委員長などを歴任。 1965年、第6機械工業部副部長検討、委員会常務委員に任命される。国防部第7研究委員長は引き続き兼任。1966年以降、国防科学委員会副主任、海軍副参謀長を歴任する。1975年以降、中国科学院の党組、革新領土小息構成員となる。 国防科学委員会副主任は引き続き兼任した。1979年、海軍参謀長女理、副参謀長となる。1982年8月、海軍司令員兼海軍党委副書記に就任。同年9月、共産党第12回全国代表大会で、党中央委員に選出。この年、劉火生は、 と、昌平の命を受けて第一列島線を提起した。ソ連への留学の際に、セルゲイ・ゴルシコフに支持していた劉下生は、ゴルシコフと同様に海軍の近代化を推進し、中国海軍には、航空母艦が必要であると一貫して提唱した。1985年9月、中央委員を引退し、と中央顧問委員会委員となる。1987年11月、 中央軍事委員会委員となり、中央軍事委員会副秘書長に就任。1988年1月、海軍司令員を退任し、同年4月9日には、第7期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出。同年9月、上昇の階級を授与される。1989年11月の、 第13期号中全会で、江沢民が、党中央軍事委員会主席に就任した。当昌平は、64天安門事件で軍への影響力を強めた、妖兄弟を牽制し、軍における、江沢民の貢献役とするため、中央顧問委員会入りして、軍を半ば引退しており、野心のない人望家であった劉火生を、党中央軍事委員会副主席に任命した。 1990年4月4日、第7期前人代第3回会議において、国家中央軍事委員会副主席に昇格。1992年10月19日、第14期一中前会で、幼兄弟が、軍から追放される一方、劉火生は、党中央政治局常務委員に抜擢され、党中央軍事委員会副主席に再任された。過去には、 軍人出身者である、東昌平や周恩来らが政治局常務委員となったことはあったが、半ば引退していたとはいえ、軍人、しかも海軍司令員が政治局常務委員になるのは1990年代以降では、他にいない。翌1993年3月28日、第8期前人代第1回会議において、国家中央軍事委員会副主席に再選。 1997年の第15回党大会で党政治局常務委員権中央軍事委員会副主席を退任。翌1998年3月の第9期前人代第1回会議において国家中央軍事委員会副主席も退任し引退した。1999年にロシア連邦から 中路関係の強化に貢献したとして、有効勲章を授与された。2011年1月14日、病気のため北京市内で死去した。94歳遺没。AB 不法、劉花清さん94歳イコール元中国、中央軍事委員会副主席毎日、JP ・ハット・リュー・ S、アラクセン・リュー・ R ・ウィルソン、チャイナ・エス・エアクラフト・キャリア・ジレンマ、 ネイバルウォーカレッジレビュー。ボリューム59、ナンバー 4P5 中華人民共和国全国人民、代表大会広告、天子コサ巨流の大道、毛沢東 VS、東昌平、中国の歴史11、305ページ。中華人民共和国全国人民、代表大会広告中国共産党、第14届中央委員会第1次。 全体会議広報中華人民共和国全国人民代表大会広告三千九3 1 9 9 9 5 0 8ありがとうございます。